皆さんこんにちは。県内のもののけ姫ことまこです。今日はですね、皆さんに聞いていただきたいお話があります。私の生まれ育った山形県鶴岡市には侍ゆかりのシルクという日本遺産に認定されている養蚕、蚕からですね、絹の織物まで一貫して工程ができる国内唯一、そして世界にもほとんどない土地となっているんです。で、私が生まれ育ったかやぶき屋根、たむぎまたのかやぶき屋根の家でも昔は養蚕がとっても盛んだったんですね。こうして全ての工程ができる土地をもっともっと皆さんに知ってほしいな、鶴岡のシルク知ってほしいなということで、今回ファッションショーをすることになりました。地元の鶴岡中央高等学校さんではシルクガールズといって、鶴岡のそのシルクを使ったドレスを作っているんですね。今回車椅子でも着れるウェディングドレスというのを高校生の皆さんが一からデザインして、で何度か打ち合わせを重ねて私がに合うドレスを作ってくれたんです。と他のその高校生の皆さん、そしてあとは地域にいるダウン症のダンサーであったり、あとは目が見えないピアニストさんと一緒にそのシルクを盛り上げるファッションショーをするために、今回クラウドファンディングを行っております。はい、高校生にいろんな機会を与えたいですし、そうじゃなく障害があるとかないとか関係なくファッションショーを楽しむ、イベントを楽しむということをみんなで成功させたいなと思っております。クラウドファンディングの中のその返礼品の一つとして、高校生が作るそのシルクで作ったものの返礼品であったり、あとは私の写真集、初の写真集を作りました。鶴岡のですね、いろんな地域を回って、歴代の子たちが作ったドレスなども着て、いろんなところでいろんな写真を撮りました。今回のこのクラウドファンディングのために撮った写真集なので、他で出ることはありません。写真集欲しいなという方はクラウドファンディングご協力していただけたら嬉しいですし、国内のシルクをもっともっと広めるために皆さんぜひお力添えいただきたいと思います。ということで、今回は皆さんにクラウドファンディングぜひご協力お願いいたします。鶴岡のシルクもっともっと知ってくださいというお話でございました。概要欄にクラウドファンディングのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、あ、めっちゃいい。